お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、ペッカデッキをですね、使っていこうかなと思うんですけど、最近ね、ペッカが多い。普通にやってて思うと思うんですけども、めちゃくちゃ増えてて、今いるのは、ここのマジアチュの枠がガゴ。で、ファイアボールの枠がポイズンの形のペッカが多いんですけど、今日はそれとは違って、ペッカデッキをですね、使っていこうかなと思いますっていうところで、やっていきたいですね。で、どっちが強いのみたいな、その今多いペッカと、こっちのペッカどっちが強いって言われたら、正直わかんないですね。正直どっちがでもいいみたいなとこあるんですけど、マジアシャとガゴが違うんで、最近のペッカに対しては、こっちの方が強いとは思いますね。でも、あとは、ロイフグだったり、三重心に対してファイボザップのマジアチャ入りとかなんで、結構強いかなとは思いますね。マジアチャが、本当に時代ですね、今。これもエレキでいいや。よいしょ。で、これ、カウント、相手のザップがうまいですね。で、ここは逆サイに出します。で、これマジアチャで防衛して。あれマジアチャ頑張って。はいはいはい。相手は、ギャングガゴ群れ。ギャングガゴ群れなんだっけ全然無理。コウモリ。工場。っていうことは、あれですね。わかったと思うんですけど、ジャイサンシですね、相手は。なんで、ここでジャイ受けかな、コウモリ受けかな。そうだね。相手ジャイサンシなんで、これはもう相性めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃいい。本当に。これ今相手ザップって攻めてきたっすね。これ工場出してガゴ群れ出せたらいいんですけど、ここは出せないんでね。いや。ここはエレキが一発。よいしょ。いや、もう一発。惜しいな。さあ。流れはいいっすね。もうこれマジアチャが相手はマジで処理できないんで、これをどれだけ活かすか、というところで、ここも攻めてあげますね。で、一本落としたいですね。多分相手はもう捨てますかね、これ。3死来るんで、それに瞬時に5打ちたいですね。さあ、3体に当たればめっちゃいいんですけどね。OK。OK。で、これワンチャンマジアチャの角度でみたいな。はいはい。これもだってペッカ出してあげたら、もう相手これで、しんどいですもんね。やばい。やばい。そっちか。やばい。これでも守りたい。いや、守れねえか。やばい。さてはやばい。やばいみたいなのがあるんですけど、ね。ここの言うのがめっちゃ刺さる。オッケー。で、あと123は、守ろうと思えば守れるかもしれないですけど、しんどいんでね。さすがにあれは無視してあげますね。なんでも僕は左を精一杯守る、攻めます。守ってからのカウンターでね、持っていきたいところはありますね。相手はこれ多分サンクラワンチャン狙い来るから、狙い来なかったか。これでも、エレキが優秀で、これにもう、この三振うまいですね。攻めすぎたところ、もうマジアチャが優秀。OK。で、あとは、真ん中三者今ないから、これですね。これしっかり押さえてあげて。これエレキ出せれば全部溶かせるんですけど、ペッカがね、強い。で、こういう言うのが意外とね、刺さったりするもんなんですけど、本当に刺さった。これは多分あれですね。本当にもう、そう、思った。そこだけ押さえたかった。オッケー！危ねえ。これ多分5ザップ落ちますね。っていうので、これは何とか。いや、最後の危なかったですね。三重子が。三重子でしかも相手が勝つ方法なかったので。危ない。めちゃくちゃ危なかったですけど、なんとかね。もっと楽に勝てたかなとは思うんですけど、さあ。お次ですね。で、テーザーにね、ユーノとかゴーストあれば、じゃんじゃん伝えていいと思うんですけど、
もう4コス以上とかしかなかった時は、まあ結構待ってもいいのかなとは思いますね。ほら、アイスピー嫌なんで。いいので受けて、ゴブリ。ホグ。そうっすね。ホグフリか、普通のホグか、ホグロキか、ホグライか、ホグファルジか。あー、ペッカスち殴った。まあまあまあ。さあ。マジアチャを出しちゃいですけど、相手がまだ何を持ってるか分かんないですからね。ファルチですね。ってことは、縦線系がいますね。これめっちゃいい。あー、で、ファイブですね、相手。OK、優秀。あと、まあ、ゴブリンがいますね。ここ多分、ホグ飛んでくるかな。飛んでこないや。これ、ゴーストだけ単体で流してからの、これ絶対相手取り寝てそうとしてるんで、遅れてやって、やって攻めるとこれがめっちゃ刺さりますね。まあそうっすね。あれは今のは完全にトルネードを誘いゴーストですね。まあ、相手がトルネードで絶対吸ってくるところを後からねすぐ突き出してあげることによって、まあ今みたいなね大ダメージを狙うことができますね。そうなんで、相手がファルチとか、まあ、アイスウィザード持ってると結構高確率の、まあ確率ん高確率で、そうトルネードで、まあ、キング起動相手は狙ってるんで、そこを相手誘うっていうのはありますね。じゃないと逆に勝てないっていうような試合も出てくると思うんで、よいしょ。さあ、まあこのゴーストは普通に防衛されるからナイトもいるし、でも両サイ仕掛けつつ OK 入った。このザップっていいですね。ザップ打つ場所ないんで、で、ペッカーはしっかりホグに当てていけば、めちゃくちゃダメージを取られることもないですし、あとは問題は攻めきれるかどうかっていうのがすごい怖いですね。マンジャッチャ出して。いや、これでもファルチで突破したら、あ、もう一発か。いや、OK、バーバリアンがめっちゃ入ってる、なんか。なんか知んないけど。で、エレキも出しといて、さあ。あと720なんでね。まあ、ファイブを打っていけば、勝てるんですけども、まあ、丁寧に行きたいところはありますね。今、ゴブリンも使って、これで相手はまあ、ナイトしかいないですね。さあ。ワンチャン怖いですけど。ワンチャン怖いですけど、なんかトルネで一気になんか攻めトルネとかされるのが怖いですね。まだ720なんでね、ここで一回ファイヤーボール打ってあげます。あ、惜しいな。よいしょ。で、もう相手は多分これここで決めに来ると思うんですよね。まあ、僕はそれをさせないようにしっかり防衛するんですけど、まあしっかり攻めてね、そしたら相手は余裕がなくなって、まあ、こうなるんで、ここを確実にね、もう確実に守っていけば、まあ、あとは、ファイブザップとザップか、まあ、マジアチャで決めたいな、みたいなことすると、ワンチャン削れなくて負けるみたいな。あー、ジジ。まあ、これも、攻めとるね、てか、あれっすね。まあ、単体ゴーストとか、単体ユーノ、ユーノあんまないかな。まあ単体ゴーストって本当にトルネード狙ってくるんで、そこをうまくやると、まあ、今みたいなねファルチは結構きついかもしれないんですけど、言うて全然勝てると思いますね。っていうので、さあお次、まあこれゴーストいうのあるんで、しょっぱなゴーストやってトルネードされると分かんないんで、やばい、これマジアチャ欲しい。これガゴムで来た時ですよね、もう絶望する。なんかアウトローとエリポンが一緒なのあんま見たことないですね。さあ、まあこれアウトローの後衛はゴーストでね。これはやばい。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるけど、ゴーストが強い。やばい。まあ、することないですし、ザップ打ってあげてね。ほー、よくわかんないですね。で、ここのペッカも一応左側っすね。このキング後ろから出してもいいんですけど、もし相手がトルネード持ってたら、トルネで全部ひっくり返されちゃうんで。あ、多いな。これあれっすね、もう捨てます。
捨てるの早ーって思ったかもしれないですけど、今のは守れないですね。単純に守れないですね。なんかもうちょい守れそうだったら全然守るんですけど、今のを守っちゃうと逆に僕が負けちゃうんで、で、まあ、このマジアチャをですねしっかり生かして、ここで攻めてあげます。でゴースト先にして押し出すように古城ババで行きたいけど、まあ、いや先行っちゃった。まあ、ガコムで来た瞬間ザップっつけどあんま意味ないですね。ほらマジアチャ右 OK あーと思って、やば待って、右が1300しかないことに気づいた。この1300を守りたいですね。けど怖い。まあこれはもうケツペッカでいいかな。もういや本当は左にケツペッカしたいんですけど、怖いですね。さすがに怖い。でここでマジアチャ出すんですけど、このマジアチャもマジで守りたい、守ってあげたい。でペッカの前にあえてこれ出して、ここはちょい守りたい。 OK。 でもこれは攻めてあげれば、相手がサンクラ取りに来てたらこれ僕負けてたかもしんないんですけど、今相手がラッキーなことに2つ目を取りに来たから美味しいです。これはめっちゃ美味しいですね。今のキングに出されてたら多分僕これもう折れてたんで、多分これはまあラッキーの重なり合いで、まあめちゃくちゃ相性いいと思うんですけどね、意外と厳しい、ちょっとしんどい部分もありましたけど、まあなんとかね勝つことができて、まあ良かったかなと思います。ということでジャイサン氏が多いですね、本当に。なんでまあこれとかもいいんじゃないですかね。最近ロイフグも多いですし、まあロイフグに対して強いですし、まあスケラも多いね。スケラに対してはマジアチャが優秀なんでね、まあその辺も、まあ、使ってみてくださいっていうので、本日は終わりにしたいと思います。よければねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では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 、またの機会にお会いしましょう。バイバイ。